2009年世界陸上競技選手権にて、スティーブン・フッカーは、オーストラリアの陸上競技選手で、北京オリンピック男子棒高跳びの金メダリストである。フッカーは、2006年に、自国開催された、コモンウェルス・ゲームズの棒高跳びで優勝。翌年の世界選手権では、優勝候補と見られていたが、9位という結果に終わった。 しかし2008年シーズンはシーズン序盤の1月に早くも自己ベストの 6m00 を記録し 6m ボールターの仲間入りを果たした。北京オリンピックではティモシー・マックの保持していた記録を 1cm 上回る 5m96 のオリンピック新記録をマークし金メダルを獲得した。これは1968年メキシコシティオリンピックの男子8 0 0で 優勝したラルフ・ドーベル以来、陸上競技では、オーストラリア勢として40年振りの金メダルとなった。2009年1月に、従来の室内事故記録を大きく更新する 6m01 を記録し、2月には 6m06 に更新した。これは、セルゲイ・ブブカの世界記録 6m15 に次ぐ、史上2位の記録となった。同年の世界選手権では、足の怪我を抱えて出場。 予選は5メートル65を1回飛んだのみで通過した。決勝では5メートル85から登場。この時点で彼を含めて4人が残っていたが、この高さを失敗してしまう。しかしパスして挑んだ5メートル90を1回目でクリアし、わずか2回の試技で優勝を決めた。世界選手権では、1987年に前述の部部下が2回の試技で優勝した例があるが、 それと並んで史上最小の試技数での優勝であった。2013年4月、引退を表明した。ありがとうございます。